私の名前はなるみ。タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。シングルマザーでも全然寂しくないし、友達や子供と楽しく生活してる。だけどそんなある日、私に懐かしい人物からの LINE が届いた。なるみっぴー、久しぶりだね。私が誰かわかる？もちろん、高校が一緒だったリリだよね。でもその変な呼び方には聞き覚えがないんだけど。久しぶりで嬉しくてさ、あだ名で呼んじゃうかなみたいな。そのあだ名は変だからやめた方がいいかも。私はすごく可愛いと思ったんだけど。そんなあだ名はやめてほしいかな。私もいい大人だし。オッケー。でも珍しいね、 LINE をしてくるなんて。というか社会人になってからは初めてじゃない？実は先週卒業アルバムを見返してたんだ。いいね。久しぶりに見てみたらみんなの顔が懐かしくて。高校の時ってもう自分たちのグループが出来上がってるじゃない？だから口に出せなかったけど、実はなるみとも仲良くしたかったの。そんなこと思っててくれたんだ。だから私が仲良くなりたかった人たちで旅行に行こうかなって。何それ、ちょっと楽しそうかも。後でメンバー送るんだけど、なるみって来月予定空いてたりする？事前に日程を言ってもらえればこっちで調整する。平日は無理だけど土日なら。オッケー、なんか楽しくなってきた。ちなみに子供を連れて行っても大丈夫？もちろん。みんなは多分旦那さんとかに預けてくると思うけど、私シングルマザーだからさ。風の噂では聞いてたけど、やっぱりね。大丈夫だよ、お子さん連れてきてもらっても。旅行どこに行くかは決めてるの？ディズニーランド。なら子供もすごく楽しみにするだろうな。後で詳しい内容と誘うメンバー送るね。楽しみに待ってる。はーい。あの後旅行に行くメンバーを聞いた。私もめちゃくちゃ仲がいいって人たちじゃなかったんだけど、だからこそなんだか新鮮ですごく楽しみにしてたんだ。旅行当日。今日は待ちに待ったディズニーランド旅行ね。現地集合にしてるけど忘れ物とかない？大丈夫、昨日のうちに何度も確認したから。ならよかった。お金はちゃんといっぱい持ってきてるのよね。そんなにたくさんは必要ないでしょ。何言ってるの？自分のお子さんの分と。それはもちろん持ってきてる。あとは私と他の人たちの分のお支払いもね。は？何驚いてんのよ。あんたが払うのよ。意味がわからない。もしかして自分の分しか払うつもりなかったの？当たり前でしょ。なんで私がリリたちの分の支払いまでしないといけないのよ。あんた聞いたわよ。大手企業の役職者なんだってね。高級タワーマンションにも住んでるみたいだし、お金いっぱいもらってるじゃん。旅行代の一つや二つでケチつけないでよ。最初からそれが目的で私のことを誘ったわけ？目的っていうかお財布みたいな。最低。そんなにショック受けなくてもいいじゃん。一緒に旅行する事実は変わらないんだし。お財布として呼ばれてるなんて喜べると思う？お金をちょっと出してみんなが笑顔になってくれるのはいいことでしょ。ボランティアってそういうものじゃない？見返りを求めずに他人の笑顔のために動く最高の取り組みだと私は思うわ。こんなふざけた旅行だって知ってたら私行かなかった。そんな冷たいこと言わないで。高校時代の友達に久しぶりに会えると思って楽しみにしてたのに。会えるじゃない、ディズニーランドで。お金を無駄に払うことになるけどね。無駄にって、私たちのことをそんな風に思ってるの？傷つくわ。私たちのために使うお金は無駄なんだ。実際使わなくていいお金を過剰に払うんだから無駄以外の何物でもない。他の二人もそのつもりで来てるの？そうよ。なるみがお金出してくれるって言ったらみんな飛びついてきた。なるみがお金持ってるってことは結構同級生の間で有名だから。私そんなの話してないんだけどな。噂って簡単に回るから気をつけた方がいいよ、なるみも。私ディズニーランドには行かない。何寝ぼけたこと言ってんのよ。子供がかわいそうだと思わないの？そんなたかり屋みたいな人たちがいるところには行きたくない。何をたかられるか分かったもんじゃないし。そんなにいろいろお願いするわけじゃない。ホテルの料金とお土産代とチケット代と、あとは明日行く予定のショッピングでお洋服を10万分買ってもらうだけ。ふざけんな。そんな大金を本気で私が払うとでも？何のために子供を連れてきていいと言ったと思ってんのよ。
子供の前で醜い喧嘩なんてしたくないでしょ。ママはみんなから責められてたなんて最悪な記憶を植え付けるつもり？そのつもりで言ったんだ。本当に信じられない。わかった？あんたは黙ってディズニーランドで金を払うしかないの。お金を払わないなら娘の前で恥かかせてやる。全部バレてんだよ、アフォー。え？あんたが何か悪だくみしてることはすぐにわかったから事前に調べてたんだよね。何負け惜しみって。だいたいおかしいと思ったんだよ。私のこと大嫌いだったくせに仲良くしたいと思ってたなんてどの口が言うのか。本当に私は仲良くしたいと思ってた。私のことを裏で散々悪口言ってたのに。言ってない。勉強はカンニング、援助交際でお金を稼いでるとか適当なことばっかり。私そんなこと言ってないから。高校時代からなんか嫌われてるなと思ってた。高校時代の時から知ってたわけ？じゃあなんでその時言わなかったの？相手にするのがめんどくさいと思った。喧嘩ってさ、同じレベルの人じゃないと成り立たないんだよ。噂なんて信じたい奴は信じればいいと思ったし、仲のいい友達はあなたが嘘ついてるってことはすぐにわかるし、別に注意する必要もないかなって。ムカつく。学生の時からずっとそうよね。私は大人ですからみたいな雰囲気出して私のことを見下してた。あなたのことを見下したことなんて一度もない。強いて言うなら眼中にもなかった。あんたのそういう態度が気に食わない。勉強もできて運動もできてクラスのみんなからも嫌われない、そんなあなたが嫌い。そんな人からの旅行のお誘いなんて怪しいと思って当然でしょ。だからあなたが何を考えてるのかっていうのを調べてもらってた。大体何なの？自分のことお金持ちとか美人だとでも思ってるんでしょ。そうやって私たちのことをバカにして楽しい。残念だったわね。私は旦那もいるし子供もいる家庭に恵まれてる。あなたは離婚されてシングルマザー、一人ぼっちのかわいそうな子。もうやめて。ほら泣きたくなってきたんじゃない？強がってないでバカにしてごめんなさいって言ってみなさい。それ以上やると惨めすぎて見てられないからやめて。え？そこまで私に劣等感を持っているなんて思わなかった。それをわざわざ何年も経った後にまでこうやって発散させようとするなんてね。何も考えてないように見えてそれなりに考えてたんだ。バカにしてる？いろんな人間がいるんだなって感心してる。絶対お金は全部払ってもらうから他の二人を裏切るなんてことしないわよね。裏切るも何も二人は私と一緒にいるけど。は？ちなみに私と仲のいいママさん二人も呼んで五人で旅行を楽しむ予定。ちょっと待って、なんでそっち？私との約束は？あなたが何か企んでるのかっていうのは事前に分かってたから二人にも伝えたの。そしたらリリとは一緒に旅行に行きたくないって話になってね。あなたお金も持ってきてないみたいだし。ねえ、どこまで知ってるの？私の計画のこととかお金のこととか。私今すごく仲いい友達が二人いるんだ。その二人がいろいろと調べてくれたから説明はその二人に任せるね。それってもしかして今ディズニーランドにいるっていう？大正解。協力してくれた二人のことを話したら、リエとミサもぜひ一緒に旅行に行きたいって話になって。リエとミサを私が旅行に誘ったのよ。それもお金全額出してあげるって言って。実際お金を出すのは私になるところだったんだけどね。なんでそっちの味方するのよ。本当にありえない。あんたたち許さないから。好きに吠えてな。もし遊ぶお金があるならパーク内で会うことができるかもね。まあ多分無理だと思うけど。くそー。ゆりとひまわりとリリの LINE。 説明をしに来ました。なるみさんの一番の親友のゆりと申します。ちょっと待ってよ、一番の親友は私もでしょ。一番という言葉の意味が理解できないんですか？オンリーワンのナンバーワンが私です。そんなことないもん。なんだかんだ私みんなにすごく人気あるんだから。みんな？私大人気だよ、なるみさんにもみんなにも。もしかして何かメタ発言してますか？してないよ。なるみさんの一番は私です。私だもん。そんなことはいいから早く説明してよ。なるみの友達っていうことはあんたたちも私のことを見下すのね。別に見下そうとは思っていません。なるみさんに迷惑をかける汚え害虫だとしか。そうですね、なんかいろいろとこじらせたかわいそうな惨めな人だと思います。そうやって仲間外れにして楽しい。いい大人が仲間外れって笑っちゃう。他人のお金で旅行に行こうとする汚い考えの人にそんなこと言われても何とも思いません。そうですよ、
それにお財布を持ってきてないなんてありえないです。お財布ならちゃんと持ってきているし、私お金持ちだから。ユリの前では嘘なんて無意味ですよ。は？私はなるみさんのことが好きすぎて、なるみさんのことを調べ尽くしています。それはつまり、なるみさんに関わった人も例外ではない。なるみさんに関わり迷惑をかけるやつのことはとことん調べ尽くす。なんか怪しいから調べてくれないってなるみさんからお願いされたんだもんね。なるみさんが私を頼ってくれる、それだけで嬉しい。あんな高慢ちきのどこがいいのよ。なるみさんは2年前私のことを痴漢から助けてくれました。もしなるみさんがいなければ、暴走したユリが痴漢男の腕を切り落としていた。そうなれば大好きな旦那さんやお子さんにも会えなくなる。だからユリは本当になるみさんに感謝してるんです。腕を切り落とすってやりすぎじゃない？痴漢されるのはスタイルがいい証拠とでも思ってればいいのよ。あなたのような気持ち悪い考えの人間が存在するなんて吐き気がします。辛い思いをして被害に遭った人の前でよくそんなことが言えますね。ユリでも嫌だとかやっぱ思うんだ。まあもちろん当時はお尻のところにパッドを何枚も重ねていて、実際は何も触られていませんけど、痴漢という行為自体が腹立たしい。何その裏話。なるほどね、ユリのお尻を触った人間はいないってことか。なんか安心。あ、今度お尻揉んでもいい？気持ち悪いこと言わないでください。半径1メートル以内に近づくな。1メートルって意外と優しい。あんたたちのコントを見ている時間なんてない。私は早くディズニーランドに入りたいの。お財布があるのならそれで買って入ればいいのでは？それは、お財布家に忘れてきちゃったんですよね。もちろん現金は入っていませんが、クレジットカードもお財布の中。まあクレジットカードがあったからといって、あなたに支払いができるのかは別ですが。支払いくらい旦那がちゃちゃっとしてくれる。なるみと違ってシングルマザーじゃないから。もしかしてあんたたち二人もシングルマザー同士の友達だったりする？傷の舐め合い親友とかマジウケる。私たち二人は旦那がいます。そしてなるみさんにも素敵な男性が。は？社長さんでイケメンさんなんですよ。なるみさんにベタ惚れで、一途で浮気なんか絶対しない彼氏がいるんです。何それ、ムカつく。大体なんで私が財布を忘れてきたこと知ってるの？なるみさんに頼まれ、あなたのことはいろいろと調べました。なのであなたが家を出る時のルーティーンを把握して。怖っ。あなたの出生体重や友達の名前、どんな人生を送ってきたのか全部バレてます。なのでそこから逆算して、どうやったら財布を忘れるのかっていう行動の導きも。嘘でしょ。今日朝家を出る前に電話がかかってきたんじゃないですか？そうよ、それで家を出る時間がギリギリになって、それでお財布を忘れてきちゃったんですよね。さすがユリ。お財布取りに帰れる範囲じゃないのよ。何してくれてるのよ。私今日の旅行を楽しみにしてたのに。けどあなたは旦那様とは離婚の話が出ていて、貯金も空っぽなのでは？今別居中でパートをしながらひっそり暮らしてるんですよね。誰にも言ってないのにそこまでバレてた。だからあなたが来月の支払いで困らなくていいようにしてあげたんです。感謝してください。えん、誰が感謝するか。なるみが黙って払えばいいもの。さっきから聞いていればうるさい口ですね。なるみさんのことを呼び捨てにして、なるみさんに迷惑をかける。こんな奴を生かしておけない。それになるみさんのことを呼び捨てにした。大事なことなので2回言ったんですね。なんか雰囲気怖いんだけど。なるみさんのことを呼び捨てにしないでください。ゴミ虫の分際で。なるみ様。様。汚い口で名前を呼ぶなっつってんだよ。様をつければいいってもんじゃねえ。おお、怖っ。分かったから、とりあえずお金だけ貸してくれない？私今日の旅行すごく楽しみにしてて、それかリエとミサと合流したい。私一人じゃ旅行とか食事とかできないタイプだから。バカにして見下していた友達を呼んで何をするつもりですか？え？あなたが二人を選んだ理由もバレてますよ。理由なんてないの。仲良くしたいと思っただけ。学生時代にお金がなかった二人を選んだんですよね。ユリが準備してくれた証拠映像もあります。あの二人だったらお金出してくれるって言えばきっと私の味方になる。どうせ今も貧乏暮らしの二人だからねって。それ私がお酒を飲みながら一人で喋ってたやつ、どうやって入手してるのよ。そんなことはどうでもいいです。独り言なんて気持ち悪い。お二人から伝言です。人のこと舐めるのも大概にしろ。
私たちのことをそんな風に思ってたなんて許せない。同級生のみんなには注意喚起しとくからとのことです。ちょっと待ってよ、違うんだって、本当に違うから。お二人は今幸せな家庭を築いています。学生時代にお金で苦労したからと子供には苦労させないように、一生懸命働いて戸建てに住んで、離婚寸前でボロアパートに住んでるのは私だけ。こんなはずじゃなかったのに。惨めな人生をずっと送ってください。これで終わると思うのよ。それじゃあバイビー。その後リリはお財布もなく手持ちもなかったため家にとんぼ返り、あのあと何か LINE を送ってきてたみたいだけどブロックして削除しちゃった。リエとミサとユリとひまわりで旅行したんだけど、すごく楽しかったな。私の学生時代の話を二人が聞きたがるから止めるの大変だったけど、リリはすぐに離婚したらしい。そして今回の騒動がみんなにバレ、そこから大学の友達にもバレちゃったってさ。お金もない、家もない、友達もいないって最悪だよね。だけどそれで許すユリじゃなかった。私もなんだかかわいそうだからやりすぎないようにって言ったんだけど、仕事が休みの日にリリが家を出かけようとすると必ず邪魔が入るんだって。出かけた先のデパートに同級生がいたり、嫌いな上司が遊園地にいたり、花見に行こうとすれば仕事の電話がかかってくる。彼女気づいたみたい、これが仕組まれたことだって。それに気づいてからは休日は家に引きこもり、外に出ると嫌なことが起こるからね。彼女は今仕事場と家を往復するだけの日々。なかなかにきつい人生じゃない？今すぐ私のためにホームパーティーを準備して。あ、でも主催は私だからね。水木さんはあくまで準備役ってことにしてよ。バカ。どこがよ、まっとうなこと言ってるでしょ。バカ。あーもう、水木さんは一戸建てでしょ。うちもホームパーティーやりたかったんだけど、旦那がダメだって言うの。うちは集合住宅なんだからって。そんなの気にしなくてもいいのに。だから水木さんの家でやらせてよ。いや、絶対にお断りだけど。あんたさ、まず最初に人に物を頼む態度少し考えた方がいいと思うよ。だってうちはアパートで水木さんのところは一戸建てなんだよ。家に余裕があるんだから貸してくれたっていいじゃん。いや、どういう理屈よ。ホームパーティーやりたいならスタジオ借りれば。スタジオ？そう、一軒家丸ごと写真撮影用のスタジオになってるところとか、クッキンスタジオとか、ホームパーティー用に貸し出してるところ結構あるよ。でもお金かかるじゃん。え？うちに家借りてお礼も何もしないつもりだったの？ズーズーしいにも程があるんだけど。水木さんは損しないでしょ？損しまくりだよ。人が家に来れば光熱費だってかかるし、家だって結構汚れるし、それに気も使うんだから、私は一日10万もらっても嫌だわ。だって、そんなことでゆかりさんとの関係作りたくないし。はぁ？ちょっと失礼すぎるんじゃないの？いきなり人の家をホームパーティー用に貸せ、なんて失礼な人ごめんだよ。私、これから綾子さんと出かけるんだ。じゃあね。ああ！は？なんで水木さんが綾子さんと出かけるのよ！それっておかしくない？何がおかしいの？私たち家も近所だし、子供たちも仲いいんだよ。それに最近綾子さんが子供会の係結構やってくれたりするから、一緒に作業したりすること多いんだよ。なんで私も誘ってくれなかったの？言ってくれれば係やるのに。いや、やらないでしょ。前も立候補したけど結局一日も来なくて、あんた逆切れしてたじゃん。最終的にゆかりさんの分をみんなで分けて間に合わせたんだよ。でも綾子さんが行くならちゃんとやるのに。ああ、なるほど、綾子さんが好きなんだ。だってあの人おしゃれなセレブって感じでしょ。よくお友達と一緒に集まってホームパーティーしてるみたいだし、私からすると世界が違う人って感じ。水木さんも全然タイプ違うでしょ。あの人に近づかないでよ。うわ、こういうのが一番面倒だわ。仲良くなりたいなら自分で声かければいいでしょ。だってそんなのできない、あんな素敵な人。はぁ、水木さんはずるいのよ。やるべきこともちゃんとやらない人に言われたくないね。ねえ、ほら、水木さんの家でホームパーティーやろうよ。そこに綾子さんも呼んでくれればいいから。ね、私が主催じゃなくて、水木さん主催にしてあげてもいいよ。してあげてもいいよって何様だよ。じゃあね。ねえ、ちょっと待ってよ。私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋。
そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃにゃまると毎日楽しく暮らしているよ。私の友人にあやこさんっていうママさんがいるんだけど、ファッションとかすごくセンスがいいし、でもそれを鼻にかけることなく気さくな人で、憧れてる人も多いと思う。ゆかりさんもそのうちの一人だったみたいだけど、彼女はかなりのトラブルメーカー。もうホームパーティーをやるからお前の家を貸せって時点で地雷だよね。当然だけどしかとしつつ、少し様子を見ていたんだけど、あやこさんのことを後ろからつけたり、同じお店に入って、遠くの席からじーっと眺めていたり。いやいや、怖すぎるでしょ。服装も髪型も真似してるし、本当に怖いよね。そしてこのゆかりさん、我が家が家族旅行中にやらかしてくれたんだ。あれ？ねえ、みずきさん、今日家族旅行って本当に？あやこさんおはよう。うん、今日は家族3人で一泊旅行だけど、何かあった？いや、うちのポストにさ、ホームパーティーの招待状入ってたから、みずきさんの家でやるって書いてあるけど、何それ私知らないよ。だよね。今まで招待状とかもらったことないし。あ、でも心当たりはあるかも。あれ？なんか私に教えてくれた人かな？ほら、私のことをつけ回してるってママさん。そう。うちでホームパーティーやりたいって言ってたからそれかな。え？大丈夫なの？私ちょっと見に行ってみるよ。ありがとう。でも大丈夫だと思うよ。え？みずきとゆかりのLINE。ゆかりさん、招待状ってどういうこと？私は家を貸すなんて言ってないんだけど。え？もう気づいたの？ま、いいか。だって今日から旅行なんでしょ？他の人たちと話してたの聞いちゃった。それにさ、ほら、家って人がいないと痛むって言うじゃん？一日留守にしただけで？でもまあでもほら、鍵はないからさ、庭だけ貸してもらうだけだから、ね？でもトイレ行くの面倒だからな。ねえ、窓の鍵どっか開けてないの？いい加減にしなよ。ふざけんじゃないよ。うちには猫がいるんだ。本当に迷惑かけないでよ。家族旅行中に庭借りるくらい別にいいでしょ？パーティー楽しむから。私この日のために70万のドレス買ったんだからね。人生終わるよ。え？人の家に勝手に入るって犯罪だからね。当然私は許さないし、即警察に出るよ。それでもやるの？うるさいな、もう。黙って旅行に行ってりゃいいんだよ。私はこのブランドのドレス着て、ガーデンパーティーするんだから。あれ？なんか変な音鳴ってるんだけど。あんた、塀からうちの敷地内に入ったんだね。うち、警備会社と契約してるからすぐに警備員が来るよ。は？何言ってるの？普通の一軒家でそんなの契約するわけないでしょ？契約してるんだよな。だって、いろいろな都合でこの辺りは変なママが多いからね。実際に人の家に勝手に侵入する基地ママもいるわけだし。私は基地なんかじゃないわよ！やだ！なんか外に人集まってきた？自分であちこちに招待状を出したんでしょ？みんなから私のところに確認の連絡が来てるよ。え？なんで連絡なんかするの？招待状出してるんだから来てくれればいいだけじゃん！親しい人たちは私が旅行に行くって知ってるし、それなのに招待状なんか来てたらおかしいと思うでしょ。みんな大変だねって同情してくれたよ。何それ？あやこさんは？多分あやこさんも外にいるんじゃないかな。様子見に行ってみるとか言ってくれてたし。やばい、逃げないと！え？ああ！嘘でしょ？私のドレスが！ん？私のドレスが！なんか塀の飾りに引っかかって、ビリビリって、キャー！何よこの泥水だまり！いやー！周りにはたくさん人も集まってるし、すぐに警備会社の人も来てくれて、ゆかりさんはというと、逃げる最中散々だったみたい。塀の飾り部分にドレスを引っ掛けて、豪快にダメにしちゃったらしく、さらに今庭を改装中で、一部分にビニールシートを敷いてたんだけど、前日の雨でそこが泥水だまりになっていたんだよね。その水たまりに突っ込んでしまい、全身汚れて、見ていたママたちが言うには放心状態だったらしいよ。どうもあやこさんが着ていたのと同じドレスが欲しくて、貯金使い込んで高いの買ったみたいなんだけどさ。信じられない！私あやこさんに騙されてた！まず謝れよ。え？私まだゆかりさんに謝ってもらってないんだけど。でも私は辛い思いをしたし。うちの泥水溜まりの方がかわいそうだよ。
知らないおばさんに体突っ込まれて。何よ。だって彩子さん知ってる？最近パート始めたんだよ。そうしたらホームパーティーなんかやらなくなって、それなのに周りにはたくさん人がいるし楽しそうだし。それのどこが騙してるの？しかもあのドレスだって彩子さんのはシュマムラらしいの。私はハイブランドのものだと思って似たのを何十万も出して買ったのに。まあ、ゆかりさんが着るハイブランドのドレスよりも彩子さんが着るシュマムラの方が高く見えるもんね。彩子さんは私から見てもちょっと特別だと思うよ。スタイルもいいし、何よりセンスがすごくいいでしょ。それでいていつもニコニコ笑っていて感じもいいし、ゆかりさんだってそういうところに憧れたんじゃないの？それはそうだけど、でも詐欺師でしょ。勝手に勘違いしたくせに何言ってんの。もうこのままじゃ私許せない。こうなったら彩子さんに抗議してくるから。あ、ちょっと無駄なことはやめなよ。水木と彩子の LINE。 彩子さん大丈夫？今ゆかりさんがそっちに行くって。水木さん、いや、それがさ、私今パートの帰りだったんだけど、今ちょうどゆかりさんに遭遇してさ。え、大丈夫だったの？それがひどいですひどいですって言いながらこっちに来たんだけど、走りかけた瞬間転んじゃってさ。うわ、ベシーンと顔から言ってたよ。で、なんか高級そうなバッグ投げ出しちゃって、それ抱えて泣きながら走って行ったけど、なんか50万したとか言ってたよ。もうそういう運命なんだろうね。ゆかりさん、あのドレスも数十万出したんでしょ？なんか私のこと勘違いしてるみたいだけど、悪かったかな。ホームパーティーしてるって思ってたみたいだけど、ズボラ仲間のママたち集めてゴロゴロ転がってせんべい食べてるだけなんだけど。彩子さんはセンスがいいからな。基本シュマムラとフリマばっかりなんだけどね。学生時代アパレルでバイトしててよかったわ。悪い気はしないね。そろそろこたつ出すからさ、また落ち着いたらこたつでみかんパーティーしようよ。うん、楽しみにしてるね。その後、ゆかりさんは今離婚の話し合いが進んでいる真っ最中、旦那さんから離婚だと言われ、最初ははいはい離婚してやるわよと大きく出たんだけど、ご実家はもうお兄さん夫婦が継いでるし、肩身が狭くてね、やっぱりやり直したいと騒いでいるみたいで泥沼だよ。でもゆかりさんのお子さんはもう中学生で、母親の散財癖や見えっ張りなところを知っているからね、完全に父親側についているみたい。こりゃ離婚も近いかな。まあ、彩子さんに憧れる気持ちもわかるけど、それで貯金を使い込むのはダメだよね。彩子さん、おしゃれなんだよな。私と同じくズボラだけど、気が合う友人が増えて嬉しいよ。さて、今度持っていくせんべいでも用意しておこうかな。パントリー、パントリーと。あ、パントリー開けたらニャニャ丸が入ってきちゃった。どこかを開くと猫が入ってくるのって、みんなの家もあるあるかな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。